はい、どうも、こんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日はワンピース最新話ジャンプの内容の感想、考察、撮っていきたいと思いまーす。それでいきましょう。お願いします。はい、皆さん、今週も読みましたか？いや、もう前回までがもうなんかもう爆弾だったじゃないですか。もう爆弾。やばいっていう、やばいだったんで。まあ今週読んだらね、まあ前回から落ち着いてましたけど、いや、十分やばい。十分やばい。もう意味がわからない。最後、何あれ。はい、というわけでね、最初リアクション撮りましたんで、まあそれを見ていただければと思いまーす。はい、ここからですね、ジャンプの内容のネタバレがありますので、アニメやコミックの方々はお気をつけください。それではリアクションですね。ダニャン。はい、リアクションです。いや、今日は約束のメールと。いやあ、お前いきなりベッチがなんか何これ。あ、なるほど。え、ローラもう、会えんじゃん、じゃあここで。はい、本編やばいの。そう、早見せられた時にまずそもそも、うわ、マジここで格好やんのかよってなったもんね、だって。やばい、いきます。おでん。やばい、ロチャーの格好とか、これやばいだろ。うわ、なんかおでんめっちゃ気に入られてたんだな、みんなに。赤太郎バギジロ赤太郎って言われ、赤太郎って言われてたんだ。バギジロ。この次の俺たちがやらなきゃ。繋いでみせる。うわ、まだシルエットなの ?20 年以上先の何これ。だからここ何なの、この20年って結局何なの。第3幕始まった。やばあ、なんか笛吹いてる人、太鼓もの人もいる。何ハブミラと。京四郎が留守番。もみじの木、白米だね。白米が確かもみじで待ってんだよね。オロチはだから向かうんだ、向こうに。鬼ヶ島にね。飲酒解禁年に一度。あ、この日以外みんな飲めないの。あれ、そんなあったっけ情報。あ、待って、綺麗な満月が見えそうって言ってるよ。うわ、大荒れじゃん、うどん。え、攻撃の音がある。え、なに、え、なんで、確かなんで来ないの、誰も。え、なんで、小舟ならある。え、なに、昨夜、起きていた。え、なに、え、なに、全然わからん、なん、どういうこと。え、ちょっと待って、しかも、事故、急。はい、みんないつもコメントありがとうございます。ほんとみんなのコメントでね、いつも気づけてたりね、することあったりして、一緒に盛り上がっていきたいと思いますんで、ぜひ今日もコメントしてってください。よろしくー。あー、そうだ、今のうちに忘れないうちに、高評価、チャンネル登録、お願いしまーす。はい、最初にじゃあね、ニュース行きましょうかね、ちょっとさっくりとね。はい、昨日、ナレッジキング、お疲れ様でございました。いやいや、個人的には悔しかったな。ちょっとなんかその感想はまた一本別にでね、動画を撮ろうと思ってて撮れてないんだけど、まぁ、ちょっと上げれたら上げます、動画もね。感想動画になるけど。まぁ、生配信の方がいいかな。ちょっと今考えてます。はい。ちょっと待っててください。でも、ね、ツイッターでね、今のところ検索する限りだと、もしかしたらワンチャン10人いけるかもって思ったんだけど、でもツイッターやってない人もいるじゃん。ツイッターやっててもつぶやかない人もいるじゃん。エクストラステージ到達で調べる限りだと、あれ？っていう感じなんで、ちょっとまあまあそこはまた動画上げます。はい。マジ、ナレッジ予備校のさ、問題何問か出ててビビったよね。いや、本当にチューターと講師、ありがとうございます。ワンピース20周年前夜祭、宴島ワンナイトパーティーがやるらしい、10月19日に。俺らまだ行けてないのよ。ひっそりとしてたけど、何回か、その計画立てて行こうってしてたの。毎回雨。マジでさ、だから雨だったから別の企画に切り替えたりして、ちょっとまだ行けてないってやばいよな。ちょっとね、どっかのタイミングで行こうとは思ってるんですけどね。はい、で、一番口ね、やりました。前回その動画も上がってますので、ぜひね、動画見てください。一番口の僕の結果見てください。ほんとやばいんで。で、あと10月20日にロマンスドーンやります。これ何なのかっていうと、要は、ワンピースの原点ですね。ワンピースの元となった作品、小田さんが書いた、作品がアニメ化だって、10月20日に放送。これね、この間テレビアニメの後ぐらいに、CM とか入ってたっけな、確か。マジか、この話、すごいね、アニメ化ってね。これちょっと見ましょう。はい、ワールドシーカー。ワールドシーカーっていうか、まだサボ編やれてないんだけど、ごめん。あれ？もうさ、あれ、エラーって治ったんですか？サボ編のさ、エラーが治ったら、やろうかなと思ってて、俺まだ情報仕入れられてねえや。まあ、近々ちょっともうサボ編やっちゃおうかな、もうね。もうちょっと時間も経ってるしね。で、老編が来ます。よいしょ。老編が来ちゃうよ、やば。ちょっと早くやんなきゃ。あとスネークマン使うんでしょ？ルフィの。ちょっとまだやってないんだけど。ちょっと近々ゲームチャンネルも、更新しますんで、ゲームチャンネル。チャンネル登録よろしく。貼っときます。概要欄貼っときます。よろしく。はい、それではここからね、本編の内容がございますので、アニメやコミックの方々、お付き合いください。クエスチョン。はい、958話、約束の港。いや、まず扉へちょっとビビったんだけど、なんか、いるんだね。ドレスローザにいるんだね。え、ローラ、来てんだ、こっちに。あれ、前、ちょっと前さ、ウォーターセブン寄ってたよね、確かね。すごいね。いるのみたいな顔してるし、全員。来てんのこっちってなるもんね。すご。これどうなんだろうな。どうなんのこれあったら。はい、で、本編です。やばくない？
もうやっぱロジャー海賊団のこの過去編が見れるってなんかもうとんでもなくさ、なんかもう伝説を目の当たりにしてる感がやっぱとんでもなくあるよね。うーわ、ここ来たんで。で、最初さ、もうこのまま過去編行くのかと思ったら、たったの2、3ページ。なん見たい、もっと見たいよ。もっと見たいし、まだおでんさんもまだ見えないし、シルエットだし。やばいな、ここ。だってこのさ、オールジャクソン号、僕動画撮りました。オールジャクソン号とサニー号の共通点みたいな動画も撮ってんで、ぜひ概要欄から見てください。今の動画見てください。で、ゼロ巻とかにも載ってて、で、またね、今回載ってるよ。やっぱこの卵なんなん、マジで。もうこれに関しても情報がマジでないじゃん。卵があるしか情報がないから、もうなんか全然ね、わかんないから、僕も動画上げてないんだけど。これって何なの？大家族次回を迎える少し前。これ何？ラフテル行った後、前、ラフテルの前、どっち？それがわかんないんだよね、これね。あれわかるか？ちょっと待って、俺、まだちょっとごめん、整理ついてないんだけど。これだけじゃさ、あれ？ラフテル行ってるか行ってないか分かんないよね。ラフテル行った1年後に処刑だもんね。大海賊時代を迎える少し前だから。いつなんだろうね、これが。いや、おでんすげえいいな。おでんね。なんかおでんすげえ、ロジャーとかレイリーとか、なんかみんなにすげえ慕われてんじゃん。で、なんか言ってんじゃね。光月の俺たちがやんなきゃなって。で、何か手伝おうか、おでんとかレイリーにも言われてるしね。和の国をだから開国するのが俺たちがやんなきゃってことこれ。なぜ和の国を閉ざすのか。なぜ国を閉ざすのかずっと疑問だったって言ってるから。で、ここよ。和の国を開国し、20年以上先の未来を待つとしよう。20年以上先の未来を待つとしよう。はい、はい、はい、おい、何？もうこれさ、やっぱり20年がさ、選んだ20年っぽいよね。そうだ、前の動画見てくれましたか、皆さん。見てくれましたか、まだ見てない方、ぜひ。スタンピードの考察ですね。そう、スタンピードの考察だったかな。この動画ですが、スタンピードの考察。その時に、僕が要は20年がこのやっぱキーワードなんじゃないかと。要はロジャーたちも、俺たちは、早すぎたんだ。で、ね、スタンピードの最後にも言ってたし、あと、レイリーが、少々急ぎすぎたのかもしれん。我々も、大原も、みたいな。で、それがだから、今じゃなかった。ロジャーたちの時代の今じゃない。だからそれが、ルフィがいる今なんじゃないか。で、それがちょうど和の国でも20年後なんじゃないかって、それなんか繋がってそうじゃないですか。そこをちょっと喋ってますんで、その動画もぜひ、見てください。ねえ、だからやっぱこの20年。要は今いるこのルフィ。要はまあ、このワンピースの世界で言うよりは2年後。2年後のこの現代。ルフィがいる現代。やっぱここがなんかすごい大事な時代っていうか、そんなにワンピースに関わるかどうかわかんないよ。ワンピースに関わるのか、古代兵器に関わるのか、空白の100年の謎に関わるのか、何がに関わるかわかんない。D に関わるのかわかんないけれども、とにかくそのラプテルとか、それは俺は和の国のその20年のその2つにはちょっと関わってきそう。でもやっぱその2つに関係してそうなのってやっぱワンピース絡みじゃないっていうことをちょっと喋ってますんで、ぜひその動画も見てちょうだいね。気になってしょうがね。何なんだろう。でもなんかちょいちょいさ、こうやってさ、なんかこの今大事ですぜみたいな、この20年が経った今って結構大事ですぜみたいなのが出てきてるじゃないですか、本編でも。おい、ヤバババババイここです。まずヤバババポイント、ヤーバポイント、ヤバい。何なんだろうねこれ。やろうぜおでん、やるぞロジャー。何なんだろう、何をやんの。これやっぱラフテルの前かなね。この後ラフテルに到達してるのかな、ちょっとなんかわかんない。何なんだろうね。でもそのまま過去編行くかと思ったら第3幕いや何この幕合いでバーンバーンって爆弾を仕掛けられて、はい、和の国戻りました。何和の国編、この何これ揺さぶられる、もう手の、小田さんの手のひらの中で踊らされるっていうか、なんかもう手のひらで爆発させられてるよね、我々。もうバーンバーンですよ。はい、第3幕来ちゃいましたよ。これ何、第3幕で終わりなのかな。歌舞伎は3ですよ。ですよ。でしょ。ちょっと俺詳しくないからわかんないんですけど、でもなんかそれは第4とか第5とか続くのかな。まあ別にこれはね、完全なる歌舞伎と一緒じゃないですから、ちょっとわかんないですけど。でまあ第3幕始まりましたよと。でハブ港から出航するんだね、オロチたちはね。だってこのハブ港って最初さ、要はキネモンたちがここに集合って言ってたやつでもね、ハンジエのね。だからよかったね、ここに集合だったらもうやばかったじゃん、マジで。めちゃくちゃもうここでいきなりぶつかってんじゃん、大バトルじゃん。まあでも変わってましたよと。で、ここのポイントは、京四郎がお留守番。で、京四郎何なんすかね。京四郎が都の留守番。だから京四郎だけが、今、要は我が国の、多分花の都に残ってるってことですよ。いや、鬼ヶ島に行かないと。みんな、オロチとか鬼ヶ島に、あいーって行くけど、火祭りの夜はあいーって行くけど、京四郎だけはここにいると。で、京四郎は何なの、伝次郎なのね、未だにわからん。そこがヤババババイ。何なの京四郎。これが、
なんだろう、なんか味方側なのかね。ちょっとなんか未だにつかめないよね、京四郎。だってゾロとさ、この間94カセで出たけど、戦った時もさ、拙者将軍の犬ゆえみたいな、自分で自分を皮肉で言ってんじゃん。将軍の犬ってさ、なんかちょっと皮肉で言ってるもんね、自分に対して。なんなん京四郎で、かつ今回一人単独、まあ単独完全な一人か分かんないけど、まあ、ちょっと部下いるかもしんないけど、まあ要するにそのボスクラスのやつは単独ってことでしょ。これがどっち味方なの？伝次郎だったとしたらめちゃくちゃいいけどさ、全然わからん。まあでもね、お庭番衆とかみんな連れてね、見回り組だっけ、この侍の人たちね、行くんだ。で、総勢4万人の大宴会。俺さ、ちょっとさっき読んだ時、あれってちょっとなんかスッとしてたんだけど、このパック、そうだね、ジャンププラス組の人ね、これめっちゃいいよね。要は今、ジャンププラス定期購読すると、ワンピースジャンプ追いつきパックでね、要はちょっと薄単行本みたいにもらえるじゃん。この間の94巻の終わりから今週のジャンプまでのこのジャンプの話がね、3話ぐらいかな。3話か4話、入ってるよね。で、それでね、一気にさっき読んだんだけど、3万人って言ってんだよね、最後。そう、3万対4000何人だったよねっていう。幕開の前かな。うん、ほら、3万 VS 4200って言ってんだよね。あれじゃ、だから3万だったよねって思ってたら4万になってんだけど、これはどうなんだ？これはなんか何？裏での4万が何、1万増えたの？それともなんか、前回の3万がミスなの？今回の4万がミスなの？ちょっとわかんないけど、なんかでも増えてねって思って。でも、和の国で宴をしますよと。で、火祭りの日でしょ？都はね。で、飲酒解禁。年に一度の飲酒解禁。そうなの？酒飲んじゃいけないの？和の国。こんなんあったっけ？酒飲んじゃいけないみたいなね。あれ？俺が抜けてるだけ？酒飲んじゃダメなんだ。飲酒解禁って。なのにオロチは飲んでるってこと？いつもね。おい、オロチ。マジオロチなんな。まあオロチが決めてると勝手に決めつけてるけど俺。でもなんかそうっぽいよね。なんか要は面倒事を起こさないためみたいなのかな。でも割とみんななんかね、祭りはすごいなんかノリノリなんだね。まあオロチ側の人間だもんね、この花の都の人たちは。で、満月が見えそうだって。これやっぱもう満月ってね、思い浮かぶのはやっぱスーロンだよね、ミンクのね。でもその後すぐに書いてある、天候が違うよと、場所によって天候違いますせーって書いてあります。確かにそうだったよね、ワヌ国ね。雪降ってるとこもあればね、秋みたいなね、気候のとこもあれば、いろんな気候がね、ありそうだったし、どこでもその月が見えるってわけじゃ多分ないのか。まず季節も違うよと、ワヌ国の気候中はね。で、かつ天気も違うよと。もうそんでその後なんですの？いや、トカゲ港、大荒れの大荒れじゃん。何で、ここで何なのこれ、なんでこんなことになってんの、どういうこと。ちょっとさ、一回読んだ時じゃちょっと追いつかなかったよね。どういうことみたいな。しかも前回までのあのさ、幕開があったから。幕開の爆弾のまま脳が来てるから、そのままオペーションでるから、待って、なんだっけ、どういうこと、今どういう状況なんだっけ、ワナクリみたいな。だからさっきの追いつきパックね、読むのめっちゃおすすめ、ジャンププラスの人。まあ普通にね、紙面の人はジャンプで読み返せばいいんだけどね。で、どういうことなんだ。結局この決戦の日にもう大荒れのあれですと。で、誰も来てないんだね。なんなのこの謎は。で、しかも攻撃の跡があると。なんそれ、どういうことなんだ。でもスマシは反応しないでしょ。なんで、だってここが約束って結構みんな知ってたよね。ちょっと前読み返したけど、了解、あ、なるほどみたいな。みんなこのさ、トカゲミナト、了解、オーケーっすみたいなさ、やってたじゃん。だってルフィもいないよ。なんでしかも攻撃された後もあるって言って、誰も来てないじゃん。この人たちが来てない、9人しか。で、なんかこれもこの禁煙もちょっとなんか辛いような。なぜ誰もいないって必死にさ、応答願うって感じで言ってんだけど、いやがきつー、これ。助太刀お願いいたす。もう寄せきりやもん。いや、何これ、なんでどうなってんので。最後さ、オロチが描写映っててさ、事件もすでに昨夜起きていた。ドン。ね、何、事件って何、何が起きていた。いや、もうやっぱこれ、やっぱ思うのさ、そのスパイだよね多分。ちょっと前の描写でさ、うどんが制圧されてないみたいな、適当な情報流しやがってみたいなさ、オロチが言ってたじゃん。だからオロチに情報を流してるやつがいるんだよね、だから一人ね。で、それがこの何人、この中にいると考えたくないよね、え、考えたくないけど現状いるかもしれないっていう事実。それかも普通に忍者がね、普通に忍者が後ろで見てるパターンが一番いい。もうそれが一番いい。オロチ側の忍者が見てるのが一番いい。それかこの中の誰かが見るパターン。だから、まあトカゲ目の跡ってのはもうね、オロチ自体言ってたもんね、トカゲ港に変更かみたいなね、言ってたから、オルチ自体にも、いや、トカゲ港に集合っていうのはバレている。まあ、そこが結構問題だよね、大問題だよね。でもバレてるだけじゃ分かんないんだけど、各地にいる人たち誰も来
ないっていうのが問題なんだよね。だってそんなに敵4数回せる、しかもルフィたちを止められる、キエモンたちだけ今回は早く来たんだよね。我々が早く行ってないと誰かが来た時にっていう、だから我々先に行くっつって言ったんだよね。ルフィたちと後で会おうってガシッてやってやって先に行ったんだけど誰も来ない。でなんでルフィもローもだからなんで誰も来ないのね、なんで全然わからん。だもこれでもなん、ま、でもさ、オロチが手回したとしてもさ、全員止めれる4300人、なんかが抜けてる俺の中でね、なんか繋がんない。だってルフィ止めれます？さすがにさ一人ぐらい来るでしょ、ムギャラの一味だから。どういうことなんだろうこれ。でこの天候が荒れてんのもなんでこんな荒れてんの、たまたまなの、それともね、ビッグマムがさ天候をね司る女みたいななんかあったよね。あ、天候従えるだ、天候従えるみたいなね。でもゼウスはでもマミのとこにいるしな。だからちょっとなんか謎、なんかどこがどこまでがオルチの戦略なのか、はたまたそんなにさっき都にいた京四郎の策なのか、それともこのスパイの策なのか、もう 何が起きてるか分かんないよね。まあ考えられるのはそのパターンだよな。でもこんなことある？船もないし、だってフランキーあんだけ船作ってたでしょ、イタチ港でね、あれね、まあ何かしらでこっちに来れなかったのか。まあこんだけ船が、あ、じゃあね、波がねこんなんだったらダメだし。でもなんでスマシが反応しないの？スマシが反応しないってことは親分タニシが反応してないってことだよね。スマシ自体は弱いから一回親分タニシに経由して、親分タニシから親分タニシに行ってだもんね。携帯の基地局みたいな感じだもんね。でこの辺の親分タニシは多分反応してないってことでしょ。なんかどこで何が起きてるかが全く見当がつかないね。この謎が来週分かるんだろうね、きっとね。だから来週は楽しみ。救済、来週は救済、日号は救済します。最下はめくりじゃ、予定しています。救済かよ。そろそろ来るだろうなとね、思ってましたよね。そろそろ来るだろうなと思ってましたけど、救済。仕方がない、これはもう2週間考えましょう。2週間考えしかない、これちょっともう謎がマジで謎すぎてやばい、これはやばいわ。何これ、全然わかんない、何が起きてんのか。我が国どう思いますか皆さん、ぜひ書いてって、こういうことがあるんじゃないかみたいな、ぜひ書いてってください。で俺も救済やばいってなった人、グッドボタンお願いします。はい、そんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。最後まで見てくれてありがとうね。明日も楽しもう、またね。救済できる、これちょっと謎を考えましょう。Yeah.